皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のあいうえおにぎりについてですね。作詞作曲は周彩子さんとなっていますね。お母さんと一緒でこの歌はファミリーコンサートや通常放送問わず定番としてよく歌われていますよね。前回はカズモお兄さんが特殊な具材を言っていて子供にわからないじゃんっていうような内容でしたね。今回は通常の感じだったのでとても分かりやすかったんじゃないかなと思います。前回ので不評だったのですぐ取り直したのかなと思っちゃいますよね。はい、今日はお母さんと一緒のあいうえおにぎりについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。